チャールズ・ブロックデン・ブラウンは、アメリカ合衆国の小説家、歴史家及び雑誌編集者。アメリカ合衆国が独立感もない時期に活動し、研究者たちの間では、ジェームズ・フェニモア・クーパー以前で、最も野心的かつ熟練した、アメリカの小説家であると認識されている。ブラウンは、決して、アメリカ合衆国最初の小説家というわけではない、ものの、彼は、様々なジャンルの文学作品の作家として、1790年代から1800年代のアメリカの文学や社会において重要な人物となった。チャールズ・ブロックデン・ブラウンは、フィラデルフィアのクエーカー教徒の家に、7人兄弟の4男として生まれる。家族は彼が法律家になることを望み、彼は大学で法律を学ぶが、1793年に、短期の徒弟を経験したのみで法律を諦め、作家として生計を立てようと考えるようになった。彼はニューヨークを拠点とする若い知識人のグループに参加。このグループでの経験が彼が作家として活動を始める助けとなった。ブラウンはイギリスの助権論者、ウィリアム・ゴドウィンやメアリ・ウルストン・クラフトの影響を受け、女性の権利を論じたパンフレット、アルキン・アルクインを発表した後、2年間で4冊もの長編小説を執筆した。その人間の心の闇を追求する作風により、エドガー・アラン・ポーやナサニエル・ホーソーンら多くの皇族の作家たちに影響を及ぼし、ブラウンは後にアメリカンゴシックの父と呼ばれるようになった。1801年に結婚して生活の拠点をフィラデルフィアに移すと、ブラウンは小説の執筆をやめ、1803年からは、大衆誌、文芸とアメリカの記録の編集者を務めた。生来病弱であったブラウンは、1810年2月に結核のため39歳で死去した。ありがとうございます。